アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしておりますか。今日はですね、アイムさんとリエさんが、エスカリータリエがですね、秋山さん主催の音楽ライブに出ております。ですから俺とリオはだけでやります。はい、ニモです。よろしくお願いします。あの二人演奏できんのかね。いや、私は直接はちょっと見たこと、ただ、あの、以前、その、レムリア会談ってあったじゃないですか。うん、あれで、まあ、イベントが終わった後に、うん、あの、レムリアさんと、あの、我々スタッフで、ちょっと、食事をしたんですよ、うん。そこで。で、そこでカラオケがあったんで、うん、岩崎さんは結構熱唱した感じで、歌は歌ってましたけどね。はい、素人の歌を歌う会じゃないからね。ライブだからね。はい、お客さんが、てめえ金返せっていうふうな、ことにならなきゃいいけど。まあ大丈夫だとは思いますけれど。うん、まあ悲惨なことにならないことを祈ります。ああ、まあちゃんとやれてると思います。で、今日はですね。はい。ベイ FM に生放送で行きます。はい。夜8、9時頃かな。あの、声優の森久保祥太郎さんの番組に呼ばれるということですね。はい。うん。それでもうどういう内容を話されるかっていうのは、もう午前中に出してる。ああ、なるほど。うん、はい。また、まあ、はい、いつもの一般的な話ですね。一般的。受けそうなネタ。はい。一般的にね。はい。を、まあちょっと披露するって感じ。やっぱり、あれかな、ブラックアイキッズとかね。ああ、なるほど、はい。そこら辺とか。はい。まあそこら辺の話ですよ。そこら辺の話。ブラックアイキッズとかね。はい、まあ、受けの良さそうな話を知りますよ、はい。やっぱ、こういうネタって場所を選んだりしますからね、媒体を。そうなんだよね。はい、あの、ちょっと地震の話はね、はい、あの、したいことはしたいんだけど、はい、あの、やっぱり能登の地震があったばっかりでしょう。はい。ちょっとできないよね、そういった意味ではね。しかも、あの、今日ですね、もう日付が変わってすぐの頃に今度は、うん、福島の方で 5弱の地震があったりとかでまた話題になりました。でも死傷者出てないでしょ。まあ特に津波とかの話もないんで。それだったらまあまあよかったね。はい。うん。まあ、事故がなければよろしいという感じですよ。はい。はい。じゃあ今日は行きましょう。はい。じゃあ本日は何から始めましょうか。今日はですね、あゆみさんがいないのでお手紙コーナーじゃなくて、はい、日頃、ね、俺と、ニーマ君が相談して決めてるユーマ図鑑というのをやっていきましょう。はい、はい、じゃあユーマ図鑑から、ユーマ図鑑でみんななんだか知らないでしょ。ユーマ図鑑、はい、なんでやってるんですか。ユーマ、ここで言うユーマ図鑑っていうのは、トースポーさんの方で、連載、あの週一で連載しております。そう、あのそのユーマを紹介しているまあシリーズものですね。そう、8年ぐらいやってる。まあ長いですよね。もうだって、ユーマ図鑑、もう一つなんか妖怪図鑑というのもやってはいますけど、うん、ユーマの方が長いんですもんね。ユーマが8年ぐらいやってるね。はい。それでもう今550も超えてることなんで、うん、それでもまだまだ好きな。まだ出る、ね。はい。ね、あの、よく、ね、俺が、あの、ここにもユーマ出たぞ、ここにも出たぞっていっぱい出てくるじゃん。はい。キリがないよな。キリがないっていうか、まあ、あの、まあ、ある意味ではそれはネタ切れがもう全くほとんどないっていう意味にもなるとは思いますけども。そうなんだよ。はい、ネタが無限にあるんだよ。はい。もう、あの、先生が、だからご存命の間にどれだけで収集できるかっていうところですね。そうだね。はい、あの、あと10年ぐらいかけて。はい。これ終わんないな。世界中のヒューマン集めても終わんないじゃん。終わんないですよ。まだ日本でもまだ、だって、新たに出てくるのも続々とありますからね。ね、日本みたいな文明国は、はい、あの、創作の怪物、はい、まあ、俗に言う妖怪だよね、はい。妖怪っていう伝承から作られてるやつと、はい、リアルなユーマの差があるじゃん。はい、リアルなユーマは、本当にそこにいてもおかしくないなっていう感じじゃん。そうですね。ところが、あの、アフリカとかアジアの国に行くと、はい、この伝承創作の妖怪と、リアルタイムのユーマとの違いがないんだよね。そうですね。その辺はほとんど差がないっていうか、語られ方っていう違いがあると思うんですね。そうだね。日本だと、ね、カッパはいるって言えば、まあいいかなと思うけど、はい、小豆洗いそこで見ましたって言うと、
本当かよそれと思っちゃうもんな。そこはちょっとだからかかって、まあそれはそういうこともあるかもしれないよ。はい。でもやっぱりあのね、やっぱりアフリカとかアジアの国に行って、はい、いやわしは預け洗いを見たんじゃってじいちゃんに言われたら、はい、いやそういうのもあるかもしれないなと思っちゃうもんね。はい。それはだから、はい、まあ、今後もっともっといろんな山奥の部族とかね、はい、そこら辺に伝わるユーマとかどんどんインターネットに乗ってくるとすれば、はい、ますます増えるな。増えますね。特にその地方のほとんど知られてないようなものってたくさんあると思うんですよ、ね。今だってあのアラブの、はい、アラブの妖怪できたよ。アラブでジンっていうのが。ジン？ジン。知らないか？ちょっと存じないですね。知らない？あのジニーとか言って。ジニー？ああ。あの魔法使いでランプをこすると出てくる。あの青いから、ね。青いからだろ。はい。あれジニーって言うんだよ。あ、そうでしたっけ？確か名前が。うん、あれもともとあれがジンって言うんだよ。魔物で。はあ。で、あれがまるでリアルタイムでいるみたいなこと言ってるんだよ、YouTube で。へえ。いくらなんでも、ランプのせいはいないだろう。ランプのせいは、さすがに、妖怪でもなかなか。妖怪でもね、かなり高度な妖怪だよね。はい、そうですね。うん、だからそれはいないだろうと思ったんだけど、はい、ジンがここにいるのだとかなんか言ってんだよ。はなんか英語で言ってるから、いまいちわかんない、半分くらいしかわかんないんだけど、ジンがここにいたとか、なんか。やっぱこの YouTube とかその動画の、なんか撮影の媒体が、うん、なんていうか、一般に浸透してからそういうのがかなり増えて、たんじゃないんですかね。もうだから昔はテレビ局、はい、各テレビ局がもうスポイルかけてたじゃん、はい、この話はもうこれ老人の世まい事だとか、うん、この話はこれ赤ちゃんの言って子供の言ってることだとか、はい、言ってで、まあ、ここまで行くとリアルかなっていうやつだけを上げてたのが、はい、何でもかんでも上がってくるような感じだからね。そうですね、取り留めがないというか、うん、はい、しかも真偽もなんていうか、うん、どうか分かんないものだらけっていう。そうなんだよね、はい、だから結局ユーマの情報を集めるっていうのは、はい、真偽込みで、はい、まあ嘘の話は嘘の話として一つのエピソードとして収録する。そうですね、うん、でもう一つの方はどっちか分かんない、はい、でもう一つの方はこれは本物に間違いないと、はい、だからそうやって収録していって、はい、膨大な資料を作っていくのがしょうがないね。そうですね。はい。なんとかそれを私も協力してなんかやっていけるようにっていうので今。そうだね。はい。それで沢口がさ、前任者の沢口がさ、はい、ビッグフットが好きでさ、ビッグフットのことばっかり書くんだよ。ビッグフット。そうなんですよ。あれですね、トースポユーマ図鑑の過去のアーカイブご覧いただくとわかると思うんですけど、うん、結構同じユーマの記事扱ってたりとかっていうのが過去にあるんですよね。あるんだよな、はい、またビッグフット書いてるわこいつだと。で油断するとさ、はい、トースポユーマ図鑑2回も3回もビッグフットが出てくるんだよ。はあ、何度も出てきましたね。そう、あれはおかしいよね。うん、うん、だからね、はい、なんて言うんだろうな、はい、あの普通のニュースのところでもう書いちゃいけないって言ったらさ、はい、普通のニュースのところにさ、今度はアイダホ州のビッグフットだとかさ、どんどん増えてくる。ああ、はいはい。まあ、ケンタッキー州だろうが、アイダホ州だろうが、わかんねえよ、言うビッグフットはな。ビッグフットはビッグフットで。まあ、それであれですよね、過去にもあった、あの、UK ビッグフットっていう、イギリスに出るタイプとかってあるじゃないですか。あれは違うよね、はい、ね。またちょっと違うタイプの。それだったらまだ許容範囲ではある。うん。はい。UK ビッグフットも、はい、UK ビッグフットって書かないんだよ。俺が、はい、あのユナイテッドキングダムだろ、はいはい、そうです。UK ビッグフットってかっこいいじゃん、これ使えよって言ったのに、嫌ですとか。イギリスのビッグフットって書くんだよ。嫌です。ダサいと思わない、イギリスのビッグフットって。まあ、いや、だから俺はそれは嫌だったんだよね、はい。もうビッグフットだらけになっちゃうからさ、はい、ちょっともういろんなユーマを扱っていかないと。はい、で、最近扱ったユーマを紹介してください。はい、あのそんなあの話の流れで恐縮ですけれども、今回ちょっとご紹介、うん、読ませていただくのが、うん、コンサーコの怪物、ホワイトビッグフット。ホワイトビッグフット。はい。またビッグフットですね。ただ、これがちょっとなんか今まで聞くようなビッグフットとは、かなり
タイプが違うんですよ、ね。俺も沢口化してるぞ。あ、そうですか。うん。それをね、ビクッと、どういうビクッとなの？はい、読ませていただきます。うん、アメリカ、オレゴン州リン郡にあるコンサー湖、湖ですね。うん、コンサー湖は、ブラックベリーやアザミ、水芭蕉といった多くの植物が生い茂る美しい湖である。しかし、その美しさを持つ一方で、ある奇妙な出来事の舞台になったこともあるのだ。1960年のある日のこと、ミントを詰め込んだトラックの運転手が、湖の近くを走行中、ケムクジャラの大きな怪物を目撃した。その怪物は全身が真っ白い毛で覆われており、なんと、時速50キロで走行していたトラックと並走し、早いね。早いですね。しかも、うん、車体の窓から覗き込んできたというのである。驚いた運転手がトラックを急停止すると、その怪物は森の中に去っていった。だって、これ冬毛と夏毛があるのかな？ああ、うん、どういうことなんですかね、それは。なんかわかんないよね。はい。春になると上、生え替えるのかな？この最初のこのトラックの人が遭遇したのはちょっと時期がちょっとはっきりはしてないんですよ。うん、はい、なるほど。はい。一大騒動の、それでその後ですね、一大騒動のきっかけとなったのは、この同じ年ですね、1960年の7月31日の夜、うん、夏ですね、うん。10代の少年たち7人が湖へ散歩に訪れ、うん、そのうち2人がいたずらで他の仲間たちを驚かせようと草むらに隠れた、うん。仲間たちが通りかかるのを待っていたその時、うん、彼らは背後から奇妙な音がすることに気がついた。うん、ふと音のする方を見てみると、うん、そこには月明かりに照らされて白く光る身長2メートルを超えるほどの怪物が歩み寄ってきていたのだ。うん、二人はすぐさま他の仲間に向かって逃げろと叫んで走り、そのうち近くの藪の中に身を潜め、怪物がそばを横切っていくのを待った。うん、その際、彼らは怪物の後ろ姿を懐中電灯で照らしており、大きい熊のように見えたが、顔はゴリラのようだったと証言した。うん、彼らは帰宅してすぐに保安官へ通報し、少年たちの父親や兄たちと共に湖へ確かめに戻ったそうだ。うん、この事件は地元ラジオで放送されたことで話題となり、その翌日の夜には200人もの人々が湖に集結して捜索が行われた。うん、1時間をかけて捜索中、何人かの人々は何者かの視線を感じ、丘の斜面で何かがうずくまっているのを目撃したと報告した。うん、そうしてこの白い怪物の目撃でしばらく通報が止むことはなかった。うん、ケメクジャラで巨大であるということ、そして全身が白いという特徴を持っていたことから、この怪物はホワイトビッグフットとも呼ばれた。うん、なんとも珍しい存在だが、なんとこのホワイトビッグフットが自分の意思を伝えてきたという驚くべき報告もある。うん、ある時テレパシーでの交信ができると称する地元民が現れ、うん、その怪物と会話を試みたというのだ。うん、それによると相手は怪物と呼ばれることを望ます、うん、できればエイリアンと呼んでほしいと主張してきたというのだ。繊細だよね。繊細ですね。怪物は嫌だと、うん、さらに何度か交信をする中で名前を尋ねたところ、うん、フリックスと名乗ったというのである。フリックス、はい、フリックスって名前で図鑑に収録してあげてよ。あ、フリックスで、はい、彼はこういう名詞がはっきりしてるんだから。そうですよね。うん、さらに、数多くのユーマがこれまで確認されてきたが、自分の意思を言葉で伝え、なおかつ名前を名乗ったという事例は他に類を見ない。多くの目撃者や探索者、そして議論によって騒動が続き、中にはサーカスから逃げ出したヒヒという説も唱えられたものの、確証には至らなかった。うん、そして10月も過ぎた頃には目撃情報も聞かれなくなり、騒動は収束していった。うん、コンサー湖は UFO が多数目撃されていることでも知られていた場所である。あの UFO とビッグとか出る場所って一致するんだよね。はい、そうですね。だから、うん、はい。だから、はい、まあ、関係あるのかもしれない。はい。湖に向かって UFO が降下していったという話もあり、うん、UFO の基地が水中に存在しているのではないかとも噂されていた。うん、ビッグフットは、その一説にはエイリアンのペット、あるいはエイリアンそのものではないかという説もあるが、うん、ホワイトビッグフット、フリックスが自身をエイリアンと呼ぶよう主張していたことは、なんとも興味深い話である。うん、以上となります。ホワイトビッグフットっていうのは、はい、あの、
ホワイトヘッドって言われてる頭だけが白いユーマの個体が昔に出たりしていて、はいはい、あることあるんですよ。はい。まれに。だから、まあ、毛がね、白くならない子もいるんだけど、はい、白くなる子はフリックス君以外にも、ちらほらいるわけですね。はい。うん、どうなんですかね、個人名もあるってことは、どっちかっていうと、やっぱエイリアン寄りなんですかね。まあ、エイリアンが、ちょっとペットとして飼ってたんじゃないの？ちゃんと自分の言葉も話せるんですね。どうなんだろうね。はい、でも、知能的にはそんなに高くないと思うんだけどね。まあ、聞く感じではそんな感じですね。おう、はい、まあ、エイリアンが、陽動作戦で、ユーマを使ってるっていう説があるんですよ。はあ、陽動作戦、ね、チパカブラとね。ああ、はい。ビッグウッドも、はい、を街で話していて、騒ぎがいい。で大きくなると、はい、違うところで宇宙人が活動してると。ああなるほど。だから空中に UFO に吸い上げられてるビッグウッドとチパカブラ目撃団ってのもあることあるんだよね。あ、はいはい、で前中澤の本に書いてたフライングビッグウッド、はい、だったら違うか。フライングビッグウッド、うん、空飛ぶビッグウッド、はい、で 違う名前だった。どこでしたかね、あれ。なんか名前はなんか聞いたような覚えはあります。あれも結局空中に飛んでるビッグフットだから、はい、UFO に帰還してる最中のビッグフットを見たことを言ってるという説もあるよね。あ、なるほど。もうその、うん、途中の姿を目撃した。うん、たまたま帰る途中のね。はい、だからビッグフットは宇宙人のペットではないのかというと。ペットといっても陽動要因だけどね。陽動、はい。まあ戦国時代でいうと忍者みたいなもんで、はい、かく乱してる時にちょっとちょっとちょっと他の仕事をやってしまうと。なかなか そう考えると陰謀めいてますね。別のことをやるためにこっちに気をそらしてるみたいな。そうだね、はい、でも陰謀になってないんじゃないかなっていうような感じがするよね。うん、うん、逆にお互い変な目で見られてるんじゃないのかなと。何しろこれは目立ちすぎな感じもしますけどね。はい。さすがに。まあ、ここまで行って捕まらんのは珍しいからね。ビッグフットなんか、間違って曲がったら消えちゃったっていう例があるから。ああ。で、熊本の、獣人を見た人が言ったんだけど、はい、熊本の獣人の話はね、トンカラリン公園があるようなところで、はいはいはい、彼女とデートしてたら、ビッグフット、まあ、獣人がグワーって出てきたって言うんだよ。はい。で、びっくりしたら、すぐ消えちゃったって。びっくりしたら。うん。だから、その姿をすぐ消すっていうパターンは、宇宙人の手下であるという可能性があるよね。はあ、うん。まあ、面白い話だよね。面白いですね、それは。うん。はい、まあ、でも、地理学的な話をしちゃうと、はい。ビッグフットが姿を現すところと、はい。心霊スポットと UFO スポット、はい、これみんな一致するんだよね。そうですね、結構そこ合致することが多いですよね、ケースとして。六甲山とかね。はいはいはい、うん、だから可能性ありますよ。はい、うん、なかなかある意味では夢のある話ではあります。まあ夢か悪夢どっちか分からないけど、ね、どっちか分かりませんけれども、はい、興味はそそられる話ではあります。はい、まあそうだね。はい、はい、じゃあ次行ってみよう。次もじゃあ、ユーマ図鑑から、はい、行ったり。そうですね、防犯カメラが伝承生物を捉えた、夜道を這う謎の四足歩行生物、ラ・モナ。ラ・モナ。ラ・モナですね。何者でしょうね。ちょっとこれは不可解なんですよね。うん、各国の伝承には、数多くの伝承生物が語られ描かれている、うん、それらの多くは近代での目撃情報などがなく、神話や伝説の中だけで語られる存在にとどまっていることが多い。しかし稀にそのような伝承生物が現代にも現れたのではないかと話題になるケースは珍しくないのだ、うん、2021年4月、とある動画が米国のネット掲示板レディットにアップされた。映像は中米コスタリカのある家庭用防犯カメラによって撮られたものであるという、うん、薄暗い道路脇を映していると思われるその映像では、2頭の犬がけたたましく吠え続ける中で、奇妙な動きで移動する四足歩行とおぼしき生物が現れるのだ、う
はじめは画面中央奥から右側へ移動し、その後右から手前に向かって大きく体を横に揺らしながら歩き去ってしまう。動画の投稿者によると当人は米国在住のコスタリカ人であり、現地の知人からこの動画が送られ、現地で話題になっていることを知ったという。そこで、その人物は多くの意見が欲しいと考え、ネット上にアップしたのだそうだ。また、現地ではこの他にも目撃者が何人もいるということである。この存在については、コスタリカに伝わるラ・モナではないかという説が挙げられており。ラ・モナって何者？はい。ラ・モナとは、猿のような生き物に変身した魔女と言われており、夜に人々を追い回すとも言われ恐れられている存在である。そんなやつがいるんだ。いるんですね。コスタリカですね。伝承によれば先住民の祈りによって皮膚を脱ぎ捨て髪を伸ばし、そして手足を長くして大きな猿に似た姿に変身した魔女であり、木々の間を高速で移動するとも言われている。またラ・モナが笑い声や叫び声を発すると、耳にした人間は恐怖のあまり言葉を失い、そして意識が朦朧となってしまうとも言われている。ラ・モナ、恐るべき。怖いですね。魔女だね。魔女なんですね、正体。正体というか、その元になったのは。魔女がいるってことを前提で話してますからね。そうですよね。しかしながら、そうした伝承の怪物を正体とする説に、懐疑的な人々からの反論も当然ながらある。その中には、世界最大のトカゲであるコモドドラゴンではないかとの指摘もあるが、コスタリカに生息しているのはイグアナであり、コモドドラゴンは生息していない。より現実的な意見では、酔っ払っているか、あるいは薬物中毒などといった何らかの事情がある人間が、このように奇妙な姿勢で歩いているに過ぎないという声もある。現にユーマには実際の人間が被り物などをして奇妙な怪人や生物に扮したものではないかと考えられる例も少なくない。その中には何らかの儀式を伴った人間や犯罪者とされるものの可能性も捉えられている。この映像に捉えられたラ・モナの正体が同様のケースであったとすれば、それはそれで恐怖である。余談であるが、この存在は日本で紹介された際、その奇妙な挙動の連想からか、カニ人間と呼ばれている、はい、何々男、何々人間などと呼ばれる、いわゆるショッカーね、ショッカーね、はい、みたいなね。ヒューマノイド型ユーマは数多いが、人間離れしたようなそのシルエットは人間と称するにはかなり不気味である。正体がひときわ気になるユーマである。それラーモナとして収録してて、はい、ね、はい、これはどうなのかね。映像を見たら確かに、まあ、カニぽいと言われればいいんですけど、やっぱ異様ですよね、こう、本当に。ただ、カニのように横歩きではないんですよね。ラモナはそういうふうに動くのか、ね、動く。そうですね。ラモナ自体がどう描かれてるかっていうのが、ちょっと詳しくはよく。猿のような人間でしょ、魔女でしょ。そうですね。はい。だから、それが現れたのではないかと。いや、もうこれ世界中で考えるとモンスターっていっぱい出てるね、はい。いますね。その、伝承生物とそのユーマをどう扱うかっていうのも、まあ、たびたびこれはありますけど。まあ、これが分離してない国の証拠ですよ。そうですね。先進国は完全に分離してるけど。はいはい。あの、この前フランスから日本にね、未確認生物の調査が来た。はい。ね、あの、彼なんかもね、完全に分離してたじゃん。はいはい。これは伝承生物。はい、これはリアルな生物ってね、はい、だからそういう伝承とこう分離してるっていうのが一番納得がいく、はい、でも分離してなければちょっとはやふやだよね。うん、そうなります。コスタリカとかはそこら辺がまだまだ、うん、まだ伝説とリアルの狭間で入れてる国だよね、はい。だから可能性としてはもう伝承のその生き物じゃなくてまた別の新たなっていう可能性もなきにしもあらずっていう感じですかね、うんうん、でもラモナが生きててほしいな。まあそれははい、そうですね、我々からすれば、うんうん、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次も、じゃあそうですね、これはどうでしょう、日本で相次ぐワニの目撃、もうこれ定期的に来るね。ワニはあのいいですね。もともと東京都内でもあったもんね。ありました。はい。石神井公園のワニ。はい、ありました。練馬の。あれは捕まったんだっけ？あれは、
確か、発見はされてないと思いますね。されてない。はい、そのままだったと思います。うーん、で、今回紹介するのは、諫早湾のワニ。わあ、なるほど。はい、そうですね。ワニは熱帯から亜熱帯にかけて広く分布している爬虫類であり、竜のモデルになった生物とも言われている。動物園などでも目にするほどに馴染み深い生き物ではあるが、基本的に日本国内には生息していない。ああ、まあね。はい。昔はいたんだよね。昔は、はい。奄美大島とか。はい、そうですね。奄美ジャッキとか読んだことある？直接は読んでないですけど、いたっていう記録があるってことは言いました。あれに載ってますよ。ワニ、はい、ワニを完全に持ち出したのが。はい。ただ当時の奄美の人は、ワニの知識あんまりないから、うんうんうん、ワニが二足歩行してるやつで書いてあるよね。ああ。これは違うなと思ったけどね。はい。でも見たんだろうね。うん、日本において思い起こされるのは、1993年に練馬区で発生したワニの目撃騒動だろう。通称ワニ騒動と呼ばれるこの事件は、区内の石神井公園でワニが目撃されたことを皮切りに、多数の報道陣が詰めかけるほどに話題となり、一時閉園になってしまうほどパニックとなった。結局ワニは発見されずじまいとなっているが、大型のカミツキガメが捕獲されたということで、これを誤認したのではないかという説が流力となっている。ワニじゃなか、ワニがいたんじゃないの？ワニが。それでもう寒くて死んじゃったんじゃないの？もう、それは。なんかそんな気がするね。はい。うん。もう、カミツキガメは完全に、あれですね、スケープボートですね。まあ、まあ、どれか見つけて捕まえたってことをしなきゃ、納得しないからね。はい、ああ、はい、うん。これ以前にも国内でワニの目撃情報は報告されており、うん、89年には、横浜市緑区で犬の散歩をしていた人物が、ワニに似た生物を目撃し、その後報告が相次いでいたと言われている。あの、州が見つけたんじゃないの？ちゃう？ああ、どうですかね。うん。なんせよくワニって見つかりますよ。見つかりますね。うん。はい。こうした日本でのワニの目撃は、2000年代に入っても各地で時折報告がなされている。うん、2001年には、神奈川県の小網代湾で、イリエワニと思われる生物が発見された。うん、ワニの可能性は極めて高いと考えられるが、発見されたのは死骸の状態であったことから、個人の飼育していたものが逃げ出したか、うん、あるいは遺棄されたものである可能性が考えられる、うん、生きた個体としては、タイトルにもありました通り、2010年に長崎県の諫早湾でワニらしき存在が目撃されて大きな話題となった。2010年？2010年ですね。ああ、割と最近だね。はい。7月23日午前、うん、九州農政局が、湾開拓地の調整池内の生物調査を行っていた際に、ワニのような奇妙な生物を目撃したという、うん、体長は40から50センチメートルほどと推定され、なんと3体が確認された。うん、3体は池の水面を浮いたり沈んだりを繰り返しており、その後、周辺道路の約20カ所に注意を呼びかける看板が設置されたほどであった。うん、25日には数カ所に罠も設置されたが、餌の鶏肉が引きちぎられた痕跡はあったものの、捕獲には至らなかった。うん、しかし、その後、さらなる調査が行われる中で、ワニらしき生物を捉えた写真の再検証がなされた結果、うん、約10センチメートルと思われた目から鼻先にかけての長さが、3センチほどであることが新たに推測された。うん、さらに、この生物が目撃された場所の周辺から、スッポンの卵の殻が5個発見された、うん。新たに割り出された目から鼻先の長さを踏まえ、この生物は正体がスッポンである可能性が濃厚となり、うん、人間に大きな危害が加えられることはないということで、一応の決着はついたようだ。うん、この他2013年には、滋賀県守山市の用水路でワニの目撃、うん、これは剥製であったことが判明しています、うん、2015年には栃木県足利市の川で2メートルのワニが川の中 を歩いているという目撃報告もあった。これに関しては真相は不明です、うん、こうしてみると、日本国内においてワニにまつわる騒動は思ったよりも発生していることがわかる、うん、はい。ワニは本当多いですね。多いね。はい。うん、もうそれだけ逃がしてるってことだよね。まあよくありますよね。個人で、うん、まあ仕入れっていうか、飼育していたものを行き、一時すごい話題に なりましたからね、問題として。うん。はい。なんか毒蜘蛛ですとか。毒蜘蛛か。はい。まあどっかで
繁殖してなきゃいいけどね。そうなるとやっぱ怖いですね、ワニなんで。うん、怖いね。はい。という感じとなります。はいはい。はい。じゃあ他に何ですか？他ですか？それじゃあ、また日本で行きましょうか。日本で行きます。はい。はい、畑に突如として現れた一直線の謎の足跡。ああ、はい。船橋の一本足。僕のレポートですね。はい。17年ぐらい前のレポート。あ、かなり前ですね。そう。はい。はい。東宗ユーマ図鑑でですね、和歌山県富田のカシャンボが紹介されたことがありますね。カシャンボって妖怪の一種なんですよ。はい。なんか、カッパみたいな妖怪でね。はい、はい、そうです。でも一本足で。はい。山に入るとカシャンボ。はい。夏になると川に降りてきて、海洋活発になると言われた。はい。まあそういう妖怪がいたんですね。和歌山県富田に。2004年春、和歌山県の、田部市の富田という地域の田んぼに、林の方へ続く、まるで一本足で飛び跳ねているかのような一直線の謎の足跡が発見された。うん、当地に伝わる一本足妖怪、カシャンボが現れてたのではないかとして、地元をはじめ、キー日報などでも大々的に取り上げられるほどに話題となった。うん、2度も確認されたというこのカシャンボの足跡であるが、実はこれと同じ年、全く別の場所で酷似した痕跡が見つかっている。その場所は和歌山から遠く離れた関東千葉県船橋市である。2004年9月20日、船橋市某所の、畑の上に奇妙な足跡が発見された、うん、そうですね、先生をはじめとしたそのオカルト研究家のスタッフが現場に急行したところ、その足跡は、うん、先のカシャンボのようなまるで一本足で飛び跳ねたかのような、そこの畑、はい、あ、そこなんですね。そこの畑、ああ、あれも昔もっと大きかったのよ。はいはい、はい、2倍ぐらいはあったのよ。ここにダーッとずっとついて、あ、某所としか知らなかったですね。ここだったんですね。うん、そうそう、沢口が行って、もう俺も朝見て、へえ、これ変だなって。あれ、キツネが多いんだよね。はいはい。あの足跡の付け方は。はいはい。キツネかなと思ったんだけど、はい、船橋にキツネってもう50年ぐらい出てないんだよ。そうですね。おかしいなと。はい。その足跡は先のカシャンボのようなまるで一本足で飛び跳ねたかのようなものであり、一直線に蛇行を繰り返しながら畑をふらふらと横断しているように残されていた、うん、計測してみるとその歩幅は14から15センチメートルほどであり、また足跡の直径は12から13センチほどであった、うん、カシャンボと比べると足の直径はやや小さく、また歩幅については4分の1ほどに狭いことが分かった、うん、船橋市ではタヌキや野犬の目撃が稀に報告されることがあるため、うん、それらの足跡ではないかとの推測もされたが、うん、野生動物の足跡が一直線につくというのはどうも考えにくい、うん、そうだね。先ほども言った通りですね、中にはキツネではないかという指摘もあった、うん、キツネには一直線に足跡がつく独特の歩行の仕方がある。もうだから俺、はい、うちの犬を離して、はい、畑の上を歩かしたそこまでしたんですね。うん。はい。犬猫じゃないね。あ、やっぱり違う。はい。ね、どうも、キツネはさすがに捕まえられなかったけど、はい。キツネだったらそういうのがつくんだよね。はい。そうですね。これは前足後に後ろ足を重ねて歩くためにできるものであり、獲物を狙う際に見られる歩き方で、特に、雪の上ですね。雪上で見られることが多い。うん。それではキツネだったのではないかとも思われるだろうが、これにも疑問が残る。さっきも言った通りですね、発見された足跡が狐のものであるとしては妙に大きすぎるし、何より最大の問題は船橋市で狐の目撃報告が戦後全くと言っていいほどないということである。絶滅してるんだよ、はい、船橋の狐は、はい、関係があるかは不明であるが興味深い話もある。千葉市には、姫塚、通称七回り塚と呼ばれる市内最古かつ最大規模の円墳が存在している、うん、この塚は片足飛びで塚の周囲を7回回ると塚の中から旗折りの音が聞こえてくると恐れられ、さらに現代では片手片足の血まみれの女が現れると内容が進化している。 片足すなわち一本足とも考えられなく、うんはないこの奇妙な符号は果たして関係あるのだろうか、
これ行ってきたよ、塩分の取材に。はい。はい、行って、今度。今度、私が。うん。はい、7回りずつからやって。7回回ってきた。回るかどうか。あ、音が聞こえてくるか、もしくは。うん、7回りずつからの解除。はい。はい、レポート。写真付きで。はい。これなかなか面白そうでしょ。そうですね。うん、なんか、やっぱり、取材っていうか、やっぱ直接なんか現地に向いてそういうのは、ちゃんとやってみたいとは思いますから、ね。うん、そういうのを積み重ねて俺はやってたからね。はい。うん。まだね、はい、七天王塚っていうのは千葉市にあるんですよ。七天王、はい。うん。それは、もともと、正門の子孫の千葉市が、ね、あの七天王を祀っていたからね。はい、残って千葉大の医学部のキャンバスに残ってるんだけど、はい、まだね、そんな七回り塚の方は俺まだ行ってないね。ああ、そうなんですね。だからあそこはまだ珍しい、はい、あそこは栗塚なんかだったんじゃないかな。ああ、行くと面白いと思うよ。まあ、じゃあぜひ行ってみたいですね、はい、取材として。はい、じゃあそんなとこです。はい、まあ今日はこんなもんかな。そうですね。はい、はい、わかりました。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、ぜひ皆さん、ハガキをください。メールでちょこちょこっと感想を打つだけでも構いません。こいつはこんな感じだった。この人はこんな感じだった。とかね。本当に、あんまりハガキが来なくなると僕らも困りますので、はい、何でもいいんです。はい、何気ない話でも構いませんので、はい、おすすめの霊能者とかですね、はい、おすすめの本とかね、はい、おすすめのスポットとか、はい、私が行きつけの推しの神社はここだと、あ、一押しの神社はここです、利用者はここですとか、はい、そういうのでもいいんですよ、はい、なんか話題になるような話をぜひ皆さん待っております、はい、ということで前編終わりです。はい。